商品サービスに大きな不具合がありお客様がカンカン。ミスというのはね、必ず起こるものだと思います。どうやって取り返していくのか。絶対に起こっちゃいけないのは、これがまあ第一番目にしてましたね。モノスコープ。皆さんこんにちは、アマノスコープのお時間です。はい、今回もですね、営業マンの辛さを解消したいということで、今回もなんとね、第5弾になりますね。はい、今回も皆様からご相談いただいた内容に対して、お話をさせていただきたいと思います。ケース5ですね。納品した商品サービスに大きな不具合があり、お客様はカンカン。自分の確認ミスだった、逃げ出したいと。うわー、めちゃめちゃわかりますね。これ本当、まあ多分アマノスコープ見ていただいている皆さんも、うわー俺もわかるわっていう風に今ね、その時のことを思い出している方たくさんいらっしゃると思うんですけど、これありますよね。で、この場合のちょっと処方箋をね、今回もちょっと出していきたいと思うんですけれども、僕はこういう、まあ、これミスじゃないですか、でお客様はカンカンなわけですから、まあ、当然クレームってことですよね。でこの、まあ、いわゆるこちらがミスによって、お客様を怒らせてしまった場合に、絶対に気をつけていることがいくつかあるんです。それをねちょっと皆さんと一緒に共有していきたいなと思います。でまず一つ目は、今回はこの、まあ、ご相談の方の確認ミスだったということなので、責任はまあ当然こちら側にありますよね。でいうことは、もうこれまずはね、謝罪しましょう。しっかりとね、謝るっていうことですよね。ここでなんか、ちょっとね、まあそんな方少ないかもしれないですけど、自分の責任ということを飲み込めずにね、なんか言い訳しちゃったりとか、仕方なかったみたいなことを言うと、お客様は余計怒ってしまいますので、自分のミスはもうミスで仕方ありませんから、しっかりとね、ここは謝罪をしましょう。で、その上で、じゃあどうするかっていうところが、僕はね、ビジネスにおいてはすごく大事なことなんだと思います。で、ミスというのはね、言い方を変えれば、僕は必ず起こるものだと思います。で、ミスの種類、例えばね、営業という仕事はお客様の対面に立っていますから、もちろん自分の確認ミスの場合は自分の責任で、起こることですけれども、例えばね、その商材とかサービスが物理的に不良品不具合だったりとか、あるいはそのエンジニアが作った、まあ、例えばソフトウェアにバグがあったとか、いろんなね、お客様に対しての要求に対して答えられないこと、まあ、いわゆるミスはいろんなパターンで起こるわけですよ、ね、でこの時にこちら側の責任であれば、まずは必ずしっかりと謝罪をします。でその上で、じゃあそのね、ミスをどうやって取り返していくのかっていう、ここでしかね、お客様に僕はね、返せないと思ってます。だからそこをしっかりとお客様に、まあ、ご理解をいただくことをやっていきたいんですよね。で、ミスは必ずあるって、まあ、ない方がもちろんいいに越したことはないですけど、そのように営業マンだけじゃなかったとしても、いろんなミスを起こしてしまう確率論で言ってあるわけですよ。で、これは何も皆様の会社だけが持っていることではなくて、どんな商材、どんなサービスも お客様に対して、ね、ミスは起こるということなわけですから、じゃ あ私たちはね、このミスを、まあ、経験値として、お客様にいかにね、そのミスをリカバリーできるぐらいの得をしていただくかということしか、まあ、これ返しようがないわけですよね。なので、まずなぜそういうことが起こったかっていうことを、原因をしっかりと、
を、まあ、分析していただいて、その分析に対する、まあ、修正策というかね、対応策というか、そこもしっかりとお客様にお伝えをして、でそれが、まあ、二度と起こらないということをですね、やっぱり、まあ、同じミスはということですよ。同じミスは二度と起こらないということをお客様にご報告した後に、じゃあどうやってそこからお客様とのビジネスを、まあ、お客様によりね、このリカバリーして得していただくプランをこちらから ご提案できるのか、これをね、しっかりとやっていただきたいと思います。ですから、逃げ出す必要なんかもう全くないんです。むしろ逆で、こういう時こそ営業マンのその対応が僕は重要だと思っていますから、むしろね、うまくいって順当にお客様が得をしていただけている状況が続いている時っていうのは、むしろ営業っていうのは、その地位においてはね、何かお客様にやれることっていうのはもしかしたら少ないかもしれない。でもこういうね、まあ、もちろん自分のミス、あるいはチームのミス、会社全体のミスをお客様と、それがね、お客様に対してご迷惑をかけた時こそ、営業がしっかりとこの事実確認から対策、そして今後の展開に含めて、どうやってさらなる得をお客様に感じていただくのかということをね、しっかりとやれる、まあ、営業マンの活躍の場面だと、こんな風にね、捉えてもらえると、また全然見方が変わってくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、僕の経験を少しお話しするとですね、やはり僕もね、自分のミスもあったし、チームのミスもあったし、会社としてのね、不具合だったりっていうことも、これはもう数々経験してきました。で、そういった時にお客様に、まあ、謝罪とともにね、僕が一番気をつけていたことは、これまず一旦はね、誰のミスでもいいから、お客様の被害が最も少なくなる方法を考えてました。どういうことかって言ったら、例えばじゃあ、まあ、製品が壊れたぞって言われたら、代替品をとにかく早く送るっていうことですよね。僕は工場をお客様にしてましたから、工場で一番困るのは、いわゆるラインストップ、生産が止まるってことが一番困るわけですよ。だから、どんな理由にせよね、このラインストップをもう最短の時間で復旧させるっていう。だからもう極端な話、代替品持ってった方が早いんだったら持ってく。まあ、とにかくそこに注力するっていう。これがまあ第一番目にしてましたね。で、その後に先ほど言った、まあ、こちらのミスだったらもちろん謝罪をするし、この先そういうことが起こらないためにはどうすればいいか対策も考えるし、この先にお客様により得していただくために、こういう提案をしますっていうこともしっかりやりました。で、これをね、僕は自分のミスとか製品とかサービスによるミスっていうのと、でここの対応が良くなくて、さらなる炎上を起こすっていう、ここをね、必ず僕2つに分けてたんです。で、前者の、まあ、これミス、まあ、自分の確認ミスだったりね、サービスの不具合、これはもうある程度僕はなんかね、まあ、避けたいけれども起きてしまったことということとしてました。一方で、例えばね、そういう第一報が入ったのにこちらからのレスポンスが遅かったとかね、あとはなんかわけのわからない言い訳をしちゃったとか、お客様の困りごとに対する最速の打ち手をできなかった、こういうことはですね、後々その人的な関係の悪さに発展していくんですよ。だからこっち側の話っていうのは、僕はね、結構その人的要因だと思っていて、避けられたはずのことなんですね。だから、このクレームが起きた時、お客様が怒らせてしまった時に絶対に起こしちゃいけないのは、この人的な対応ミスや、なんていうのかな、お客様第一に考えられなかったこと、ここは絶対に避けましょう。で、こっち側はもう怒ってしまったことに対して、もう本当に真摯に行くしかないので、これはもう ある種受け止めて、最善の、対応をしてください。で、ただこの最善の対応ができなかったケースが、僕の経験上では一番やっぱりお客様が炎上しますね。で、どういうふうなことかというと、
こちら側の、まあ、起きてしまったことっていうのは比較的お客様の目線で言うといろいろな会社、僕も買う側の立場になって分かるんですけど、いろんな会社が起きてしまったミスっていうのはどこしも抱えてます。ゼロなんていうところはほとんどない。だけど買う側からするとその起きてしまったことに対する営業としての対応力はもう全然違うんですよ。だから考え方を変えると、さっき言いましたけど、この起きてしまったミスに対する対応力が高い会社はむしろそのミスを超えるぐらい印象が良くなります。というのはどういうことかっていうと、ミスはどこの会社にも起きる、だけどあの営業さんは起こったミスに対する対応が最高だよねというふうになると、今度どういう気持ちになってくるかというと、その最もミスに対応する力の高いところを信用してくれるんですよね。こうなってくれば僕は営業としてミスはミスで起きない方がいいんだけれども、そこで営業がしっかりとね自分の役割を果たすことによってお客様の信頼を獲得するっていう、そういうシーンでもあると思うんですよ。なのでよくね、まあ、ピンチをチャンスに変えようみたいな話はみんなしますけれども、チャンスと言ったら言い過ぎです。これはもうお客様にとって大変申し訳ない話なので、だけれどもここをどういうふうにしっかりとお客様にね評価していただくかっていうのが、僕は営業にとっては実はすごくね大きなポイントなんだというふうに思って常にやっていました。だからそういうね自分のミスも含めたお客様からのクレームというのは、そこをどうやってこの先ね対応するかがすごく大事だというところをね見てもらえれば、逃げ出したいの真逆ですよ。もう第一線に行って、あなたのね知恵だったりとか、フル活用してね、そこをしっかりお客様の目線になってね、真摯にやってみてください。はい、必ずやね、これはこういったことを乗り越えたお客様とはものすごい信頼関係がしっかりね結べてね、長いお付き合いをしてくれて、後々からもねお客様に、あの時はな本当に最初はめちゃくちゃ俺も怒ったけど、いや天野さんのあの対応で本当にね救われたよみたいなね、逆に、ここの未来をねしっかり作っていくと、ミスが起こった過去っていうのはこれはね変わらないんだけれども、そのミスが起こったことの過去をどう捉えてもらえるかっていうことは皆様の努力によって変えられるんです。必ずねそこをしっかり、やっていきましょう。